人口の減少など想定外の出来事が多くなってきた世の中で、平和で明るい未来を信じて生きていくことが簡単なことではないという声も聞こえてきます。しかしこれからも万が一の災害や予測不能な出来事に備え、地域の結びつきを強くし、同じ空の下で互いが手を取り合える社会を作っていくことが大切なのではないでしょうか。そしてそんな日本で生きる人々、日々の暮らし、文化や伝統、その全てを守ることが私たち自衛隊の使命です。陸上自衛隊は国民の皆様と共に存在し、そして中部方面隊は常に地域の皆様と共にあります。これからも美しい祖国の平和と安全を守るという自衛官としての崇高な使命を深く心に留め、任務に邁進してまいります。また皆様とお会いできる日を出演者一同楽しみにしております。本日はご来場